こんにちは、日向祐一です。今回は本当に愛しているなら婚前交渉をしない方がいい理由ということでお話をしていきたいと思います。これはですので、いわゆる独身の方のためっていう意味合いもあるんですけど、結婚して、婚前交渉してしまった方々にも自分たちの、夫婦関係にどういう影響を与えているのかっていうのを、理解する上でもお役に立つかなと思います。で同時に私たちもそうですけど、お子さんがいる、方々は、自分の子どもたちにどういうふうに性を教えていったらいいのかということで、役に立つかなと思います。で、聖書は、婚前交渉というのを禁じてるわけですね。で聖書が禁じてるということは人間を不幸にするので禁じてるんですね。だから神様はなんか本当にいいものを私たち人間から隠すとか禁じることはしない方なので結局私たちが幸せになるためにそれを禁じておられるということなんです。でこういうふうに書いてあるんですね。申命記の22章ですけど、人が妻を迎えて彼女のところに入ったが彼女を嫌い口実を設けて、私はこの女を妻として近づいたが処女の印を見なかったと言って汚名を着せる場合、その娘の父と母がその娘の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさいということで、奥さんが、結婚した後に、奥さんが嫌になって、処女の印を見なかったと言って汚名を着せる場合ということなので、結婚した時処女じゃなかった、つまり婚前交渉を、別の男性としてたということですね。でこれが汚名だというふうに聖書は言ってるんですよね。汚名、名を汚すということですけど、ですので不名誉なことなんだということですね。女性が結婚するまで純潔を守らないということは、不名誉なことである。同時に、結婚前の女性と性交渉するということは、男性側にとっても、不名誉なことなんだ、汚名なんだということなんですよね。で、20節を見ると、しかしもしこのことが真実であり、その娘に処女の印が見つからないなら、その娘を父の家の入り口のところに連れ出し、町の人々は彼女に石を投げ、彼女を殺さなければならない。彼女が父の家で淫行をして、イスラエルの中で恥辱となることをしたからである。あなた方の中からその悪いものを取り除きなさい。つまり、婚前交渉した女性は、死刑だったわけですよね。石で撃ち殺さないといけない。で、恥辱となることをしたというふうに書いてあります。で、これは、なんて言うんでしょう、今の日本で言えば、そんなことあるんですかって、そんなの当たり前じゃないですかっていうことになると思うんですけど、なぜここまで、神様は、その婚前交渉を嫌い、禁じようとするのかっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですね。で、本当に愛してるのは婚前交渉しない方がいい理由っていうことなんですけど、例えば、これ私が考えているのは行きずりのなんて言うんでしょう、肉体関係とかそういうことじゃなくて、本当にこの人と結婚しようと思っている、本当に愛している。でその相手となぜ、性的な関係を結婚する前に持ってはいけないのかということに絞って今回ちょっと考えたいと思うんですね。ですのでこの処女の印を見なかった。で、父の家、父の家で淫行をするということなので、婚前交渉のことを父の家で淫行というふうに言ってるわけですけど、で、もう一度話を元に戻しますけど、なぜ、結婚しよう、結婚したいと思っている相手とでも婚前交渉してはいけないのか、しない方がいいのかっていう話なんですけど、まず、人間の命っていうことを考えたいんですよ。人間の命で、これは、不確かなものだということですね。つまり結婚したいと思って、まあ、婚約例えばしてるとしますよね。結婚もしくは結婚を前提に付き合ってるとする。でも私たち今日死ぬかもしれないわけですね。だから結婚するかどうかは分かんないわけです。はっきり言って。でもし、まあ、この女性が婚約者の男性と婚前交渉しますと。で少女じゃなくなっているということですね。でこの婚約者の男性の交通事故で死ぬとしますよね。そしたら彼女は少女じゃない状態で別の男性と結婚することになるんですね。男 B で、そうすると彼はずっとこの前の男性と彼女が性交渉を持ったっていうことで苦しむことになるわけですね。これまあ逆も同じです。ということは一つですね。でもう一つは、婚前交渉をすると妊娠の可能性が出てきます。まあ、避妊をしたとしても 100% の避妊ではないので妊娠する可能性があるんですよね。でそうなると、まあ、でき婚とか言いますけど、できちゃった婚とか言いますけど、妊娠したから、まあ、結婚した。結婚せざるを得なかったということが出てくるんですね。だから、なんか本当にこの人と一緒に生きていきたいから結婚したっていうよりは肉体的な結びつきがあってその結果として子供ができちゃったんで結婚しましたということになるわけなんですよね。で、もしこのでこれ妊娠はまあ当然ですけど女性の方が妊娠しますので女性にとってこれリスクが大きいわけですよ。で妊娠しちゃってこれまあ人間の命の不確かさっていうところに話戻しますけど妊娠しちゃって死ぬかもしれないですよね。まだ結婚してないのに。そしたら妊婦で婚約者もいなくて彼女一人で子育てしないといけないということですよね。でそういうリスクがちょっとでもあるわけですよね。でそういうリスクにこの男性は婚約者であるもしくは結婚前提に付き合ってる女性をそういうリスクにさらしてるっていうことになるんですよ。っていうことは自分がその性的に満たされることを優先してるっていうことなんですよね。奥さんというか、まあ、婚約者もしくは結婚前提として付き合ってる、まあ、ガールフレンド。究極に考えるとっていうことは本当に愛してないってことなんですよ。でこれを聞いて、まあ、腹立てる方もいらっしゃる腹が立つ方もいらっしゃると思います。でもこれ違いますかね。もしあなたが今結婚してなくてガールフレンドと婚前交渉を持ってて結婚するつもりだけどもしあなたが死んじゃったら彼女は少女じゃない状態で別の男性と結婚しなきゃいけないわけですよね。で大したことじゃないと思うかもしれないけど前の男性との関係というのは次の男性にとっては非常に苦痛に感じるはずですよね。でそういうふうに、まあ、聖書は男女の肉体関係っていうのは決して消えない痕跡をその人の中に残すんだっていうんですよね。だから肉体関係を持った男女はその肉体関係を持つ前の状態には戻れないってことなんですよ。たとえ別れたとしてもその自分の魂というか存在そのものにその人のが刻まれていくってことなんですよね。だから結婚という形というか、結婚という絆をしっかりと、ちぎりですよね、契約をちゃんと結んで、女性がどんなことがあっても汚名を着せられることがない。汚名って書かなかったです。汚名を着せられることがない状態になった時初めて、つまり夫と妻夫婦になって初めて性的な関係を結べば、もう子供ができても何の問題もないですよね。でもし自分が死んでしまったとしても、彼女は未亡人になるわけなんであって、結婚前に他の男性によって、ここに聖書を汚されたって書いてありますけど、汚された女性ではなくなるわけです。未亡人と未婚なのに処女を純血を失った女性っていうのは全然違うわけですよね。少なくとも聖書はそういうふうに言ってるわけです。だから本当にガールフレンド、そして婚約者を大切に思うのであれば、婚前交渉をしない、結婚まで純血を守ってあげる、その女性を守ってあげるということなんですね。で、女性側はそう私をそこまで守ってくれる人と結婚すべきなんです。違いますかね。自分のためにあなたの、フィアンセもしくはボーイフレンドが自分のためにあなたを犠牲にする人と結婚したいですか？本当にそういう人と結婚して幸せになりますかね？っていうことをちょっと考えてみていただきたいんですね。だから私は結婚するまで肉体関係というかね、性交渉、婚前交渉はしないと言って、あなたをじゃあお前とは付き合えないって言う人だったら付き合わない方がいいんじゃないですかっていうのが、私の提案であり、いろんな夫婦関係で、出来婚とかでも本当に問題、夫婦関係の問題を抱えてね、私のところにたくさんの方が来られますので、そういう現場を見ている人間としては、もちろん聖書の言葉もそうですけど、その実際の不幸を見ているので、嫌がられるのを承知でお話ししているというか、別に嫌な思いをさせるのが、私の目的じゃないんですよね。本当にあなたのためになると信じてこれをお話ししてます。で、この婚前交渉っていうのは、つまり、クリスマスプレゼントを12月1日に開けるようなものなんですよね。12月1日にクリスマスプレゼント開けちゃったらクリスマスイブドキドキしますかね。クリスマスの朝が特別な朝になりますかね。結婚する前に肉体関係持っちゃったら、結婚式ってただ形だけじゃないですか。でも本当に相手を大切に思って待って、相手が大切だから、本当に肉体の結びつきを持つ前に心の結びつきを大切にして育ててくる。そしてその人が結婚式で本当に夫婦になった時、何の咎めも何の罪悪感もなく、喜んでお互いの体を愛し合う。それが結婚式の夜なるわけですね。初め初夜って言ったりしますけど、でそうしたら、子供たちに、その後何年か後に子供たち生まれてね、子供たち思春期になった時に、いやパパとママは結婚するまで純血を保ったよって言ってあげられるわけですね。君たちもそうした方がいいよって、そうしなさいって、それは神様の祝福なんだから、そうすれば幸せになれるから、私はあなたたちの幸せを守りたいからっていうふうに言えるわけですよね。ですので、本当に愛してるんだったら、もしあなたが男性で本当にあなたが将来奥さんとなるガールフレンドや婚約者のことを愛してるんだったら、婚前交渉をやめてもらいたい。もし今やってしまったのであれば、それを止めてもらいたいっていうのが私の願いですね。そしてあなたがもし女性だったら、婚前交渉を求めてくる男性に2人の幸せのために待ってほしいとと言える人になっていただきたいんですね。でもしそれで男性が離れていくのであれば、それを離れていかせればいいと思います。っていうのが私の、聖書の言葉から、そして私が差し上げられるアドバイスです。これは本当にこの世の中の、今一般的に日本で当然と思われていること、そして皆さんが知らずにやってきたことを非難するように聞こえるかもしれないですけど、私自身は裁く権利はないですし、何もできること、何もできない、お力になれないんですけど、でも本当に幸せになりたければ婚前交渉はしない方がいいんです。で、神様はそのことを教えるために、こういう旧約聖書の中では非常に厳しいことをおっしゃってるわけですね。で、どんな罪もイエス・キリストは許してくださいますので、絶望する必要がないんです。でもその罪が分かったら、それを悔い改めて180度転換して歩んでいく、それを聖書を教えてるんですね。だからいつもチャンスがある。本当にいろんな罪を犯してきた、失敗をしてきた人たちが、イエス・キリストに出会って変わっていく姿っていうのは聖書の中にありますし、私自身もそのように変えられたものとして、神様の許しっていうのがあると信じているので、このこともお話しすることができるわけです。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。